Perfume が4月14日ダブル A サイドシングル「不自然なガールナチュラルに恋して」を発表します。片や不自然、片やナチュラル、あえてアンバランスな組み合わせで来るところが Perfume らしさです。まず「ナチュラルに恋してが」が CM ソングに決まっていたので中田さんが曲を書いてくださって、振り付けもプロモーションビデオも歌詞も音楽も全部明るく可愛く来てるっていうのがPerfumeとして新しくて、そこは好きだなと。でそれに反して の不自然なガールが来たので、あ面白いことやってくれたなって。私たちもナチュラルの方はもうとことんナチュラルに、不自然はとことん不自然にやってやろうと。実際はどっちも恋をしてる女の子の気持ちを歌ってるもので、本当に言うとどっちも自然な感情であるっていうのはちょっとつながってるポイントだと思います。そうだね、好きすぎて不自然な行動になっちゃう。今作では彼女たちの意見も大きく反映されています。 BPM 違いの曲を2曲出してくれて、どっちがいいかなっていう風に、意見を初めて Perfumeに求めてきてくれたんですよ。ね、ちゃんとした意見を言わなきゃ。こっちの方がすごいいいと思うんですけど、私的にはすごい新しいしこっちの方がやりたいんですけど、なんかこっちの方がなんか CM の方とかもいいって言ってるし、こっちの方がいいのかなとも思ったりもします。頑張りました。そしたらなんかもうシーンって、あれいけなかった、今大丈夫かなみたいな。紙袋を持ってジャンプするシーンが決まってます。紙袋をいかにこう上げるかっていうのが気持ち大変だったよね。意外と首をこうしならせてみたいな、ふわっと余韻がいる、余韻がいるね。パッと下げる、パッと下げるみたいな、パッと下げる、パッと下げる。で私ここで上げるから、じゃここで上げて、私ここで上げるけんで、ガシャゴシャ伝えてて、せーの、顔が真剣になってるよ。はい、笑顔で、笑顔で。一方の不自然なガール、こちらは安坂が妙な自信を持っていたそうです。鬼キャッチだよね、正面から鬼キャッチだよねって言ってたね。鬼が言ってきたもんね。しかもわざわざ椅子を越えてひっくり返してこっち向いて、正面から鬼キャッチだよねみたいな。そうですね、はい、はい、歌詞について話してる時に、その子の恋してる時の不自然さがめっちゃわかるってこう共感すごくできたんですけど、2人はちょっと不自然すぎじゃないみたいな。こんな雨の日にきっと歩く君を見つけて急に傘をしまえばって、しまうわけないじゃんね。わーってやればいいのに、雨だねってね、行けばいいのに。そうらーっていう勇気がないからね。あーちょっと奇抜な行動してみて、あまりあどうしよう、どうやったら気づいてもらえるんだろう。やりかねないでしょ。だって恋をしてる子はそうかな。冒頭で3人が不思議な絡み合いを見せるこの曲、これすごいややこしいんじゃないでしょうか。なりますね。でもポリリズムも最初結構こう絡み合うのが難しくて時間取ってたんですけど、もう今となっては一瞬でいけるので、流れでね。だから不自然も多分微妙に見えてないから、ね、あ、あ、おーでー